はい、本日はですね、株式会社タカラカンパニーの、決算短信の方が出てましたので、そちらの方を見てから、今後株価上がるか、下がるかってとこ見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、タカラカンパニーなんですけども、決算発表直後はですね、残念ながら、株価は下がっております。そこら辺も見ていきたいと思います。で、直近ですと、コロナ禍で下がったものの、そこから巻き返してどんどん上がっていくって形で、コロナ前の水準は、1700円前後だったんですけども、現在は、直近2900円まで上がりまして、2000円前後で、動いている会社になっております。で、どんなことをしている会社かと言いますとですね、傘下に上場企業向けのテクノロジー社事業大手ですね、ディスクロージャー事業とかしていまして、宝印刷や、通訳、翻訳の、仕事等を行ってますと。で、通訳、翻訳会社買収で売上約60億円上乗せしておりますので、今回は決算の方は、非常にいいような形に見えています。で、そうですね、のれん焼却費とかもこなしまして、連続営業増益という形になってます。では、決算短信見ていきましょう。ですね、決算補足資料と決算短信がありますね。どっちも見ていきたいと思います。まずは、決算短信の方から見ていきますね。はい。売上高の方が 21.4% 昨年より増加って形、第1クォーターなんですけども、78億円の売上を達成しております。で、通期ですと260億円予定をしておりますので、第1クォーターだいたい4分の1くらい、1428なんで4分の1くらいですね。ちょっと、4分の1以上は若干いってるって形で、若干プラスのイメージです。で、営業利益については16億円って形で、通期25億円って形になってますので、もう半分以上営業利益の方は乗っている形になってます。はい。で、次、経常利益の方も16円って形で、24.5% 増。親会社の株主に帰属する4半期純利益は 2.7% 増で9億4000万円。はい、一方ですね、1株当たりの4半期純利益については、昨年より2円アップという形で84.81円という形になっております。で、連結財務状況の方を見ていきますと、総資産、純資産ともにあまり変わらずですね、若干純資産の方が上がってますので、自己資本比率が、60%から62.7%という形になっております。配当金の方、直近に公表される配当予想からの修正はなしで、通期の方ですね。連結業績予想の方も、通期の方も修正なしで、売上高が260億円。利益ですね。営業利益の方が25億円。経常利益25億円。当期純利益は16億円という形になっております。で、営業利益も先ほど通期と比較したんですけども、親会社に帰属する、4半期純利益についても16億円で、今回は第1クォーターで94億円、約10億円ぐらいありますので、あと6億円で達成という形で、結構、目標達成には近いのかなって思ってます。ちょっと印刷業界とか通訳系の業界が、第1クォーターの初めに売上とかが一気にガッてくるビジネスモデルの場合だと、ちょっと達成がどうなのかっていうこともあるんですけども、ちょっとこちらは過去の決算短信等を見てから比較する必要があるかなと思ってます。次なので見てみましょうか。決算短信だけ見えないのかな？決算資料って今が2020年10月なの、2019年の10月頃に発表された、これかな？で、過去の方を見ますと、そうですね、これが昨年のやつなんですけども、売上高通期が、13億円で、今期は92億円って形なので、大体似たような形になってますね。で、本決算ですかね。1個前の本決算の方だと、これは、合ってるかな？合ってるよな。第2四半期って書いてるな。ごめんなさい。少々お待ちください。ですね、第3、これ第1、第1四半期、いや、合ってる
ってるな。合ってますね。はい。連結がこれだから、あ、これ連結と個別に分かれてるってことは、今期から連結に変えたのか。そうですね。今までは個別でやってたものを、今期からは連結経営成績等に変えてるので、ちょっと若干比較はできないものの、売上高はこっちですかね。2019年5月期と2020年5月期で、2020年5月期の第1半期が、9億円で、通期が13億円の利益で、こちら見ていきますと、実績の方だと、15億円なので、若干ですかね、こっち13億円の予想に対して、実績予想16円に合わせ、上乗せされたものの、実績としては15.5億円って形なので、はい、わかりましたね。なので、概ね予想通りに、昨年は進んでますと。で、かつ、昨年の方は、4半期に帰属する純利益の方が、予想が、通期の予想が13億円かな？第1クォーターですよね。13億円に対して、92億円だったので、おおむね第1クォーターの中で、利益のお金について乗ってるって形なので、まあ、昨年と同じモデルですね、宝印刷。で、宝印刷、まあ、宝カンパニーに、変わりましたけども、同じようなビジネスモデルになっていて、じゃ第1クォーターに利益の方が寄るって形なので、まあ、特にこれは、まあ、お金を先にお客さんから、顧客から取っているという意味で、同じ利益構造になってると思います。はい。なので、まあ、ごめんなさい。言いたかったこととしては、通期の目標に対してですね、売上高はそんなにないものの、利益とかがもう、目標の50%以上超えているので、これって昨年も同じかどうかっていうと答えは同じなので、第1クォーターに利益が寄るってことが分かりました。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。今回、時間がありませんので、ここら辺の説明は全部省くんですけども、そうですね。まあ、売上高の方や、営業利益の方がですね、どちらも20%を超えてますので、これが、来期も、つながるようでしたら、完全にこの宝カンパニー成長企業って形で、買っても良いのかなって思います。で、実際市場の反応も見てみますと、1年スパンで見ると、そうですかね、この宝カンパニーに変わってからですね、株価の方も上昇しておりますので、まあ、投資家の方も、今後の成長を見込んで、株を買っていることがわかりますと。まあ、今若干下がってるものの、半年だけで見ると上昇トレンドになってますので、はい。で、5年スパンで見ても、増加はしてるので、まあ、宝カンパニー、宝印刷ですね、業界最高点になりますので、また下がったところを見計らって買うのもありかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。